西ドイツ大使館占拠事件とは、1975年4月24日、スウェーデンの首都ストックホルムで発生した、ドイツ赤軍による在ストックホルム西ドイツ大使館占領事件である。実行犯は、カール・ハインツ・デルボー、ジーク・フリート・ハウスナー、ハンナイ・エリーズ・カンプ、ベルンハル・トロスナー、ルッツ・タウファー、ウルリッヒ・ベッセルの6名。 事件の中で実行犯たちは自分たちを1974年11日9日にビットリヒ刑務所での集団ハンガーストライキ中に合死したドイツ赤軍のメンバーホルガーマインスにちなんでコマンドマインスと呼称した。ドイツ赤軍は西ドイツの刑務所に収監されているドイツ赤軍のメンバーやその他の人々の解放を目的にこの事件を発生させた。ドイツ赤軍の実行犯らは 大使館でディートリッヒストーチャー大使を含む13人を人質に取り大使館の上層階を占拠した。彼らはスウェーデンの警察に撤退するよう警告したが警察は従わなかった。それに対し実行犯は人質の一人であるドイツ人駐在部官アンドレアス・フォンミルバッハ男爵を踊り場に立たせ射殺した。偶然にも射殺された。 アンドレアス・フォンビルバッハ男尺の親戚で、ロシア帝国のドイツ大使を務めた、ビルヘルム・フォンビルバッハも1918年に、モスクワのドイツ大使館で、左翼社会革命党によって暗殺されている。ちょうど数週間前に、別の人道的危機を経験していた西ドイツ首相、ヘルムート・シュミットは彼らとの交渉の準備ができて、いなかった。なので、大使館随行ヒレガートが窓際に立たされ、 三発、撃たれて処刑された。ヒレガートの殺害を受けて、実行犯らは、要求が満たされるまで一時間ごとに一人の人質を処刑すると宣言した。スウェーデンの警察は突入の準備を整えていたが、突然大使館は一連の激しい爆発によって揺さぶられた。後に、実行犯の一人、ウルリッヒウェッセルが手榴弾を誤って落とし、TNT を爆発させたことが判明した。 この爆発によって、ウルリッヒウェッセルは死亡した。残りの人質と実行犯は、全員重度の火傷を負った。残った、実行犯たちは全員逮捕され、引き渡しを要請されたスウェーデン雇用省、安殴れたレイジョンによって、西ドイツに引き渡された。ジークフリート・ハウスナーは、事件後、事件の時の爆発で負った火傷の影響で、シュタムハイム刑務所で死亡した。 大使館の爆発は、スウェーデン人の記者帽ホルムストロームによってテープに収められた。ホルムストロームは、爆発が起きた時放送のため大使館の外に立っており、物陰に隠れた後、LGG ウッド、LGG ウッドと叫んだ。彼は自身の身の安全を確認すると、一連の事件についてレポートを始めた。ドイツ赤軍は復讐を試み、 あんなグレタ・レイジョンは、いわゆる、コマンド・ジーク・フリート・ハウスナーから繰り返し脅迫を受けた。事件の直後、彼女は、スウェーデンセキュリティサービスの保護を受けた。1977年には、ノアバート・クロチャー率いるドイツ赤軍が彼女の誘拐を試みたが、失敗した。実行犯の20名以上が、スウェーデンのヨーテボリ、ルンド、デンマークのグラッド作戦で逮捕された。 ありがとうございます。